ました。うちゃうちゃ。さあ今日も、いつもの感じですね。はい、はい、行きましょう。こんな感じで始まりましたけども、はい、本日の企画は、はい、セリーグの神セブンを決めろー。よいしょ。セリーグか。はい、まあ以前はい、楽天の神セブンっていうのをやりましたね。やらせていただいたんですけど、セリーグって結構こう広いね。今回はちょっともう、はい。そうやな。なんとなくでも、まあ、やっぱり、はい、パッと頭に浮かんだのは、はい、巨人の小林。ああ、まあ、まあ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 、そこはでも、まあ、間違いない。間違いないですね。はい、先生書き出します。出た選手だけ。その中から中で最終的に神セブンという形で、選んでいきたいと思いますので。じゃあまずは、巨人の小林選手ですね。はい、で今回はセリーグをやるじゃない。はい、当然パリーグもあるわけでしょ。もちろん、はい。でもそこまで頭をこう回すと、やっぱナンバーワンは俺の中で決まったな今。え？まあ、それ全部のですか、うん、セリーグ、セパー、セパー合わせたナンバーワン、あ、もう決まった。いや、この右に出るやつはいないと思うよ。だいたい、だいたい、だいたい、だいたい分かる。言うなよ、言うなよ。はいはいはい、うん、神社部、セリーグ神社部、言いたくもないですね。言いたくもない。はいはい、いや、そうじゃなくて、合わせたらどっち、セリーグでした。お前セリーグ、はい。ああ、それは違う。あ、ユタカさんのですよ。合わせた上での一番は俺の中にもうあるっていう。なるほどなるほど。あ、それセリーグじゃないですか。あ、違う違う。あ、そっか。もうじゃあそれ後で。お、なるほど。じゃあ、まあ、とりあえずだから神セブンでしょ。そうですよ。だからちょっとそうじゃん、小林誠二一回、はい。で、まあ巨人で言えば坂本、はい、まあまあまあそうですね、まあ、その辺はやっぱ入るかなと思います。はい、まあ亀井、ああ。で、DeNA、お上里、あ、これ横に書いていけ、横に書いていけ、はい、これ何セリーグっていうのは監督も含めるのか。あ、でもこの前監督いましたっけ。いや、じゃあ平石入れた、じゃあ監督も入れた方がいいかも。じゃあ原監督、あ、まあ、原監督はでも確かにそうですね。まあでも横浜だったら横浜結構いますよね。こう考えるといないな、そんなに。乙坂選手は僕ぐらいですか。乙坂さ、はい、お前誰かに似てんのって言ったら、はい、何だと思いますって言うんだよ。かわいい役者。いや、あれまだもうちょっと若い子だ、はいはい、何だと思いますって言って、僕ダチョウに似てるって言われるんですとか言って、はい、そっくりなんだよ、ダチョウ。だからそのイメージがあったら入れない。いやいや、はい、かっこいいっすよ、乙坂選手。いや、乙坂はそのハーフだし。いや、そうっすよね。いや、かっこいいのはかっこいい、はい、かっこいいのはかっこいいけど、はい、俺のイメージの中でダチョウですとか言われて、はい、見てくださいって携帯とこう合わせてみると、はい、そっくり大爆笑したそれがあるってことですか。それが、いや、これは結構ファン多いですけどね、山田哲人。ああ、まあ確かにそれは入りますわ。お前らも出せよ。いや、出しますよ。乙坂選手いっぱいいますよ。いや、それは直道選手出したいです。ああ、どのぐらい。ああ、そうですね。ああ、確かにね。いや、もう中日だったら岡田投手がかっこいいですからね。ああ、岡田投手や。あ、いたいた、通りたい。ああ。いやいやいや、書きましょう、書きましょう、書きましょう。何笑ってんの。いやいやいや、いやいや、それ理由言えよ、お前。なんか、あ、まあ、まあ、ワイルドっすよね。いや、あれ、タンサーなんか、お前だよ、まあ、そうっすね。あ、じゃあ、H。あ、H ですか。あ、T で、T で。はい。そうっすね。いや、俺、コーチ入るんだったら、三浦大輔もいいんじゃない。あー、もうかっこいいっすね。入らない。もう結構、男が好きな感じ、そうですね、ありません？三浦さん。男が好きな男っすね。どっちに寄せるかですよね。まあ、女性だね。女性ですよね。女性でいこう。はい。誰ですかね。出してないけど、鈴木誠也選手はどうですか。あー、ちょっと微妙。ちゃ微妙。いや、いやかっこいいと思うよ。いやいや、かっこいいですよ。どっちかって言ったら男を受けする感じじゃん。まあ、かっこよさは。まあ、確かにそうですね。矢崎選手はいいですか。はい、矢崎、横浜の矢崎いるじゃん。なるほど。ヨウ大観、どうですか巨人の。まあ、ワイルドですね。え、女性受けするか。え、
いやでも、いや女性受けじゃないですか。女性受けの方がします。絶対。そうそう。はい。入れたいんだと入れて。全然腑に落ちないですよ。入れたいんだったら入れたい。絶対入りますよ。いや、過去の悪い以上は言わないけど。はい。いやいや、絶対、絶対、絶対、もう、そう。絶対これ入りますよ。原樹里、原樹里。ああ。原樹里だったら石山だな。ああ、石山、まあ、かっこいいっすね。確かに。はい、かっこいいっす、かっこいいっす。いや、阪神、中日も。広島いないんだよな。広島ジョンソン、ジョンソン、ジョンソンか、ジョンソンかっこいい、かっこいいですよね。入れましょう。あのカピバラ三兄弟って知ってる？カピバラ三兄弟。あでもあれでしょ、あれが向こうでコマーシャルとかやってんだよ。はい、笑っちゃう。笑っちゃうじゃないですか。今かっこいい人関係ないですね。いや関係ない。かっこいい人のやつお願いします。かっこいい人。はい。カピバラ三兄弟出てんじゃない？かっこよくないとは言ってないですよ。ああ、そうっす。大瀬良、大瀬良投手、確かに今村選手ですね。そうそうそう、のカピバラ三兄弟。あ、大瀬良投手どうですか。カピバラに入ってるダメっすか。いやいや、性格めちゃくちゃ最高な男だよ。ね、性格出してやる。だけどそれはもう、それはもうダメです。ここは非常にならないと決まらない。ここ川端慎吾。あー、ヤクルト。まあ確かにね、これは入れましょうか。いや、なんか腰が弱いっていうイメージがある。顔のイメージはいいですか。顔ですか。これはいきましょう。あと、こんなに絶対、いや絶対出てない人いると思うんですよ。広島、中日、中日いそうだけどな。まあでも、祖父江なんていうのもしっかり見たらかっこいい。かっこいいっすね。いたわ、祖父江。祖父江投手いきますよ。そこまでかな。ドラゴンズですね。絞り出しのドラゴンズの神セブン、祖父江選手入ってますから。あ、実際今回入って、入ってますらしいですよ。ドラゴンズの神セブンに入ってます。あ、1位は誰だった。1位直道選手。まあまあやっぱそうよね。直道はそうなの。この直道選手、岡田選手もここはもう、あ、野村とかいるピッチャー。あー、広島ですね。あー、かっこいいっすね。かっこいいっすね。だから広陵のその当時のバッテリー入ってるんですよね。あーそうだね、小林誠二選手と、あとやっぱりドラゴンズの伊藤っていうのもかっこいいよ。伊藤純喜っすね。いや、かっこいいっすよ。もっといると思うんですけど、絶対いると思うんだよ。今浮かんだ中ではこれぐらいですよね。いや、まあまあいいよ。はい、で、その中で、この中で7人に絞るんだろ。そうですね。いや、結構いますよ、今ちょっと今回は。いや、これ赤ないの、赤、赤ペン、赤ペンがちょっとないですかね。はい。いや、赤ぐらいあるだろうね、お前。事務所だぞ。赤がない事務所なんですよ。そう。はい。だからまあ鉄板。はい。鉄板、はい。鉄板。はい。これは入る。まあ入ります。そこは絶対入ります。コメント。はい。ここも入るだろ。うん。入りますね。入りますね。いや、坂本選手入る。入るでしょ。はい。え、ちょっと待ってよ、それ。いや、それね、これも決まると思うんだよ。神様はかっこいい。いや、かっこいいっすよ、本当に。ねえ。あー、まあ、堂上直道選手が入るんじゃないですか。やっぱ名電ってかっこいい人多いんすよ。はい。やっぱりさ、若大将入るでしょ。まあまあ、それはね、もう、いやとは言えないっすけど、まあまあ、でも納得じゃないですか、やっぱ。いや、これは俺は同級生だから、いや、同級生だからじゃなくて、やっぱ入るよ、顔だけだと。いや、まあかっこいいっすよ。そうだな、はい、つけて。はい。荒木大輔さん、大丈夫ですか。あら、あんまかっこいいと思う。じゃあもう、岡田選手っすね。いや、ちょっと待ってよ。いや、かっこいいよ、かっこいいけど、いや、めっちゃかっこいいっすよ。俺、顔だけだったら、本当に鳥谷は端正な顔してると思う。いやこの浮かんでるな、顔。いや、浮かんでます、浮かんでます。もちろん、もちろん、もちろん。え、でも、楊大観、超かっこいいっすけどね。決まんないっす。いや、かっこ悪くはないよ。いや、かっこいいっすよ。いや、俺ね、俺、思い出があるのが、新庄が、まだ日本ハムいるとき、僕がドラフト1で入ってた。で、新庄に言ったことがあるの、お前の後継者が入ってきたなって言ったら、じゃあ、僕の足元にも及ばないですよっていうのが頭にこびりついてるんだよ。いや、プレーとかじゃなくて、プレーとかじゃなくて、いや、まだまだ足元にも及ばない。だいぶかっこいい。かっこいいっすよ。岡田はさ、はい、ま、
でもその WBC の時のなんか大会のあれで満塁がなんだね、もう息上がっちゃって、もうふらふらで、やっと抑えたイメージが、なよっとしてる。まあ、どっちかっていうと、体がでかいっていう感じじゃないですからね。いや、あの、顔ですよ。顔です、顔です、顔。冷静に。もう抜きです、もう本当に。野球やったことない人が見てもっていう。岡田ファンめちゃくちゃ多いですから、中日。いや、ファンじゃないんだ。俺が決めるんだよ。いや、マジで。じゃあ、岡田入れよう。いやー。じゃあ、あと一人なの。あと一人も、じゃあ、豊さん。じゃあ、哲人と鳥谷、亀井だったら、この3人だったら誰いく？山田選手かな、僕。いや、これはね、プレーはかっこいいよ。はい。それはやってることとか。顔だけだろ。自分の選手じゃない。冒頭に言いましたよ。何が？顔だけですよ。顔だけですよ。いや、顔だけだよ。いや、でも3人並べて、女性が選ぶってなったらどうですか？でも。いや、だって結構モテますよ。岡田選手だってなよなよしてるみたいな。でも、お前の強い推しがあったもん。いや、ここが入ったから、ここは選べなくなったんだ。だって、ここよりはここの方が上だと思うから。かっこいいと思いますよ、鳥谷選手。いや、まあまあかっこいいですけどね。なんか男前っていうイメージ、そのワイルドな、ちょっと。じゃあ鳥谷だ。ああ、でも、まあまあまあ、でもいいんじゃないですか。さあ、まあ一旦決まりました。はい、こういう感じで、まあまず小林誠司選手、キャッチャー、ショート坂本選手、センター上崎選手、監督、セカンドだよ。はい、堂上直道選手、リリーフ、はい、岡田投手、鳥谷選手ですね。サードでも出ます。はい。まあ今とりあえず高木豊チャンネルとしてセ・リーグ神セブン、まあもしかしたら僕ら出てない選手も多分いると思うんですけど、いや絶対いるよ。まあそれはコメント欄にこの選手の方が絶対かっこいいっていう、おかしいだろうっていうのをこすってくれ。